スノーマン目黒蓮、人気子役に翻弄される、VS 嵐、以来3年半ぶり、復活ルール、も、バーバ抜き最弱王決定戦2024か。6月29日に放送されるフジテレビ系、土曜プレミアムバーバ抜き最弱王決定戦2024夏、夜9時から11時10分。7歳の人気子役が、スノーマンの目黒蓮を翻弄する。目黒蓮、7歳人気子役に翻弄される今回、バーバに参戦するのは、番組ホストの相葉雅紀、えなりかずき、そして赤楚衛二、有村架純、井上尚弥、黒柳徹子、小池栄子、桜田ひより、杉野陽介、チョコレートプラネット、長尾優乃、中野太賀、野村萬斎、浜辺美波、東野幸治、松田元太、トラビスジャパン、松本潤、目黒蓮、スノーマン、森田哲也、さらば青春の光、やす子、山田涼介、平成、ジャンプ、の総勢22人、50音順。5つのグループに分け、ババ抜きバトルを開催する、大好きなあの人、と共演できて嬉しいと表情をほころばせるのは若干7歳で本企画に挑戦する長尾。しかし、第1試合の対決開始早々、長尾のカードが床に落ちてしまうハプニングが発生。